はい、どうも皆さんこんばんは。それではソイカノの続きやっていきましょう。今回が保健室のマーメイドとかっていうタイトルだったっけ。めんどくせえな、うん、この左上のやつは永遠と出るんだろうな、きっと。今日も相変わらず眠気がとどまるところを知らない。大抵の先生は僕が居眠りのしてるのを知っていて見逃してくれるけど、というよりもう言っても無駄と諦めている扱いだ。しかし授業によっては当然居眠り厳禁なものもある。体育とかな。そういう時は目ざとく見つけられて公開処刑が始まってしまう。そうなると授業が止まってしまい、周りに迷惑をかけてしまう。居眠りをする方が悪いと思うから、自分が叱られるのは仕方ない。けれど、さすがに僕一人のために授業と進行が遅れるのは申し訳ない。だから、そういう授業にはあらかじめ保健室へ避難するのが最近の僕の習慣となっていた。そもそも、目を開けて起きていれば済む話なんだけど。ああ、もうすっかり保健室の常連になっちゃってるな。休み時間残り5分を切ったところで、さりげなく教室を出て保健室へやってきた。次の授業の先生は居眠りをしている生徒に容赦がない。なので、いつも通りそっと授業を抜けることにした。本当は音質の方が気兼ねなく寝れていいんだけど、片桐先輩からのメッセージによると、今日は熊倉は学校に来ていないらしい。となると音質は使えないから自然と保健室へ向かうことになる。幸いなことに保健室の先生はサボりに寛容なのだ。だからついついその行為に甘えてしまう。ダメだな、サボることに抵抗なくなってる。1年生の時は真面目に授業を受けるだけが取り柄みたいなものだったのに。自己嫌悪に陥りそうになるけど、無理して教室にいてもきっと眠ってしまうだろうし、そっちの方がよっぽどまずい。そうな、昼間に起きてるのがダメな人だからな、主人公は。これは正しい選択なのだと自分を正当化して保健室の戸を開けた。あれ、コウ君じゃん、どうしたの。おう、チュキ。ベッドに寝そべっている中京を軽く睨む。中京は枕に顎を乗せてにやりと笑った。あたしはほら貧血だよ、貧血。嘘つけ、顔色すごくいいぞ。バレたか、さすがコウ君。ほら次の授業居眠り厳禁でしょ、だからここに避難してきたんだ。同じ理由じゃねえか。やっぱり千雪も僕と同じサボり組らしい。自分だけじゃないんだと内心ホッとしてしまった。先生はどっか行っちゃった。何かあったら呼びに来てって。先生までサボりか。どこまでもゆるゆるな保健室だ。でも残念だったね、コウ君。ついさっきベッドはいっぱいになっちゃったよ。三つあって、え、マジで。コウ君が来る5分前くらいに最後のベッドが埋まっちゃったんだよね。なんという悲劇。空気を読んで教室でうだうだせずにさっさと保健室に向かってばよかった。しょうがない、じゃあ別の場所を探せよ。あれ、コウ君どこ行くの。さあ、とりあえず中庭かな。中庭なんて誰か先生が気づいたら終わりじゃん。あそこ授業中でも結構人通るよ。なんで知ってんだお前。でも他に眠れる場所なんてないだろ。うん、だったらはい、ほら私の隣においでって。やば。中継はおもむろに体を起こすとベッドの端に寄った。え、何。しょうがないから私のスペース譲ってあげる。半分だけなって。あ、だってコウ君他に当てがないんでしょ。だから特別に寝床を提供してあげようと思って。まだこのパターンか。こいついつもこうやって僕をからかってくるんだよな。その手には乗らないぞ。
と言いたいところだけど。こうくん、こうくん。はっ。気づくと千雪が心配そうにこちらを見ていた。どうやら立ったままうとうとしていたらしい。大丈夫？すっごい眠そうだね。無理しない方がいいよ。でも、どうせお互いすぐ寝ちゃうんだから問題ないよ。ほら、早く保健室の先生に見つかったら怒られるんだけど。怒られるっていうか、多分いろいろと問題があるんだけど。千雪がポンポンとベッドを叩く。じゃあちょっとだけ。うんうん、早くおいで。つい眠気と泣く子には勝てない。千雪の手招きに導かれるように僕はふらふらとベッドへ潜り込んだ。わあ、二人だとさすがにちょっと狭いね。なんか格好おかしくない？気のせい？あ、まあでもあれか、セーターか。布団の中で千雪の瞳がじっとこちらを見つめている。何見てるんだよ。コウくんってばかわいい。それはどうも。からかわれるのは慣れているけど、脈絡がなくて意味がわからない。まあまあ、おしゃべりしてると貴重な睡眠時間がなくなるよ。早く寝ちゃおうよ。ちゅうきちゃんは真面目な子じゃないんだな。それもそうだな。おやすみ。おやすみ。ちゅうきは僕に背を向け、さっさと寝る体勢に入ってしまった。はいえ、はいえ、うん、さっきお休みの挨拶をしたばかりだというのに、もう気持ちよさそうな寝息が聞こえてきた。こいつの言う通り、さっさと寝てしまわないと、せっかくのふかふかベッドが台無しだ。目を閉じると再び眠気が訪れる。そのままうとうととまどろんだ。実は起きてて内心バックバクだったみたいな、そういう話じゃなくて、あ、違う。夢にうなされて起きたら、ちゆきちゃんの胸触ってましたみたいな展開だ。絶対そうだ。そっちだ。ひたすらに青に塗りつぶされた空間を、僕は緩やかに落ちていく。群青から甘色へ、そして淡い空色へと、ゆっくりと青が移り変わる。その中を鳥の羽のようにふわふわとたゆたう僕。ああ、またあの夢だ。でも今日はうっすらと着地点が見えている気がする。本当にうっすらと。だけど草原？それとも岩の上？ああ、どこでもいい。早くこの所在なのな、所在なさ、わかんねえ。お、どうにかしてくれ。ぼんやりした頭にカタカタとパソコンのキーボードを打つ音がなだれ込んできた。またあの夢見ちゃったな。しかも学園で見るなんて珍しい。目覚めが悪くないのは救いだけど。と眠りにつくまで感じていた圧がなくなっているのに気づく。ゆっくりと首を曲げ隣を見ると、すでにベッドは空っぽになっていた。僕が寝ている間に千雪は起きて出て行ったようだ。どこ行ったんだろう。おはようございます。ベッドから降りて恐る恐る保健室の先生へ声をかける。おはよう。ずいぶんよく寝てたね。もう昼休み終わるよ。わ、もうそんな時間なんですか。壁にかかっている時計を見上げる。確かに先生の言う通り、もうすぐ午後の授業が始まる頃合いだ。うん、さすがにそろそろ起こした方がいいかなって思ってたのよね。さすがに昼まで寝てるのは何時間目の話か。保健室の先生こと不入七子先生。あら、生徒会長のお母さん。
姉妹でした。名字で分かる通り現生徒会長のふにゅーゆかりこだっけさんと血のつながった姉妹らしいと言っても、まあでも気持ちよさそうに寝てる。胸のサイズが全然ちげえじゃねえか。かわいそうだし、このままさばらせてもいいかって感じで放置してた。教員の言うセリフじゃねえ。ああまあ自己責任なのでお気遣いなく。この通りフランクでゆるい先生だ。この人が堅物で有名な生徒会長のお姉さんだなんて本当意外だ。すっかりベッド占領しちゃってすいません。気にしなくていいって、どうせこの時間はそんなに人来ないし。それに久しぶりに光平くんに会えて嬉しかったし。まだ知り合いなのか。そこ喜んでいいですか。え、ダメかな。保健医としてはサボりを叱るどころでところではと思うんだけど、ここで喜んじゃうのがさすが七子先生だ。そういえば光平くん、さっき何の夢見てたの。寝言が聞こえてきたからびっくりしちゃった。てか光平くんこそ病院行けって話だよな。うん、わーとか落ちるーとか時々聞こえてきた。思わず顔が赤くなる。まさか寝言まで言ってたなんて。あーすいません、うるさかったですよね。ううん、うん、大丈夫よ、そんなに大声じゃなかったし。でどんな夢見てたの。空を落ちる夢ですね。ふわふわ漂ってて全然地面にたどり着かない感じなんですけど、2年生になってからよく見るようになって。これって何かの暗示なんでしょうか。私夢占いは専門外よ。そんなもん専門にしている教員がいてたまるか。すいません、先生なら何か知ってるかなと思ったので。七子先生は唇に人差し指を当てて少しだけ考え込んだ。空から落ちる夢って急な不運や体調不良を表すって言うけど、よく見るってことは何かストレスを抱えてるのかもしれないわね。よく見るレベルじゃないし。でもそこまでストレスがあるとは思えないんですよね。むしろ睡眠が安定しないのがストレスって言ってもいいのかもしれないんですけど。ああそれもあるかもね。規則正しい睡眠をとるには朝たっぷりと太陽の光を浴びて適度な運動をするのが一番よ。なんて超正論すぎてつまんないけどね。正論を言え、教員なんだから。運動か、考えたこともなかったです。確かにあんまり体動かさないからな。ま、たまには体育以外で運動してみるのもいいかもよ。確かにそうですね。あ、そろそろ授業始まっちゃいますね。じゃあ失礼しまー。あ、ちょっと待って、光平くん。はい。ここ、お手紙ついてるよ。あ？先生が目を細めて僕の頬を指さした。手紙。はい、鏡貸してあげる。お手紙って何のことだ。跡がついてるって話じゃん。と怪訝に思いながら鏡を覗き込むと、お昼寝楽しかったね。あいつめ、顔に落書きすんだよ。右頬に猫の落書きが一つ、そしてお昼寝楽しかったねメッセージが。中期の筆跡でマジックでくっきり書き残されていたのだ。どうやって落とすんだお前。あ、保健室の眠り姫だわ。マーメイドは違うよ、前回だよな。元生徒会長のなんだっけ先輩、顔を洗って教室の自分の席に戻ると、千雪がニヤニヤして僕の方を向いた。あれ、洗っちゃったの。
の？似合ってたのに。くっ、あんな顔で授業を受けられるわけないだろ。てか、よく気づいたね。鏡なんか見ないと思ってたのに。先生いなかったら多分気づいてないね。先生が教えてくれたんだよ。タグ、変ないたずらするなよな。なんだ、先生ってば余計なことするんだから。千雪はいかにも残念そうに唇を尖らせた。余計なことをしたのはどっちだ、まったく。どうこう、小津谷くんに何したの？僕たちの会話を聞いていたクルスメイトが興味津々といった様子で割り込んできた。んいいことだよね。意味深な言い方やめろ。千雪が意味深な笑みを浮かべて僕に囁く。なんでこう誤解を招くような態度を取るんだこいつは。え、いいことって何？怪しい。ちゃんもね、こうやって話しててキャラが分かってくると結構可愛かったりするけど、ファーストコンタクトはその例だ。大したことじゃないよ、こいつすぐ下ネタ言うからさ、などと適当にお茶を濁す。まさかさっきまで同じベッドで寝ていたなんて言えないし。本当かな。ねえ、前から気になってたんだけど、もしかして二人って。別に付き合ってはないと思うよ。ちょうどいいタイミングで授業開始のチャイムが鳴ってくれた。クラスメイトはまだ何か聞きたそうだったけど、しぶしぶと自分の席へ戻っていった。やれやれ、思わずおっさん臭いため息が漏れてしまう。でもひとまずこれで平和が戻ってきた。千雪がベッドを貸してくれたおかげでよく眠れたしと、午後の授業は何事もなく過ごせるに違いない。授業中にもかかわらず机の中に放り込んでいた携帯がブルブルと振動する。こんな時にメッセージを送ってくる人間は一人しかいない。熊倉か。ああ、また千雪ちゃんのどっちからだ。先生に気づかれないように携帯を机の下に隠してメールアプリを開く。うっ、思わず大声を出して立ち上がりそうになってしまった。差出人は予想通り千雪で正解だったんだけど、問題は送付されている画像だった。あろうことか大口を開けて保健室で眠っている僕のドアップ写真がメッセージに添えられていたのだ。当然香りには千雪の直筆落書き入り、そしてさらに僕の顔を囲むようにピースサインのスタンプが施されている。おもちゃにされている。思わず顔がしかめっ面になる。しかし何のためにこの写真を僕に送りつけてきたんだ。よくよく見ると写真の下に放課後付き合ってという一文が添えられている。なるほど、このために僕のあられもない写真を送りつけてきたのか。要件はわからないがあんまりいい予感はしない。ここまでしないと僕が OK しないような内容なのか。千雪はどうやらそう考えているらしい。多分拒否すればこの画像があっという間にクラス中、いや学年中にばらまかれるのだろう。そんなことになったらもう廊下を歩けないぞ。以上、窓から侵入して窓から下校すればちらり千雪が横目で僕を見る。当然来るよねとでも言いたげな眼差しだ。畜生と小さくつぶやき、僕は了承する旨を記したメッセージを返信したのだった。なんだろうね。来た来た。放課後、わっ、なんだ。千雪に連られて美術室に入るなり、女子部員たちにわっと取り囲まれた。よかった、ちゃんと連れてきてくれたんだ。さすが瞳子、もう今季はダメかと思ってたよ。ありがとう瞳子。部員たちの目は歓喜の涙をたたえ、
口からは中継への感謝の言葉が溢れ出す。本当に何なんだ、わけがわからないよ。中継、なんでこの人たちは泣きそうな顔を。僕、人を泣かせるような人間だっけ。ああ、それはね、コウ君がこれからデッサンのモデルになるからだよ。デッサン、モデル、まさか。ちらり美術室に視線を走らせる。すると、ミニサイズのダビデ像の肉体美が視界に入った。さすがにヌードにはしないから。僕の不安を中期が笑い飛ばす。よかった。でもモデルをすることに変わりはないんだよな。まあ脱ぎたかったら私たちは大歓迎だけどね。怒られるわ、いろんな人に。慎んでお断りいたします。いくらなんでもこんな大量の女子の前で貧相な裸体を晒せるほど僕は肝が据わってない。うちの部見ての通り女子しかいないでしょ。だから男子のデッサンがなかなかできなくてさ。なんでする必要あんの。それで僕を連れてきたってわけか。そんなの普通に頼んでくれたらよかったのに。普通にお願いしても面白くないじゃない。ひとひねり欲しいなって思って。普通にお願いしろ。いや、頼むから普通にしてくれ。次からは前向きに検討するよ。まあそういうわけだから、ここに座って。中期は美術室の真ん中あたりに置かれた椅子を指さした。よくわからないまま椅子に腰掛けた途端、さっきまで部室の隅で談笑していた部員たちが一斉に椅子に腰掛けてスケッチブックをめくり始めた。うわー、コウ君動いちゃダメ。中期から厳しいし、あー読めねー、叱責かなの声が飛ぶ。ちょっと首を動かしただけなのにこんなに怒られるとは思ってなかった。どうやら僕はこれから美術室の棚に並んでいる石膏像がのごとく微動だにしてはいけないらしい。モデルなんてぼーっと座っていればいいんだと思っていたけど、これはなかなか難易度が高そうだ。あー、やっぱり生の男子はいいね。あれ、もしかして腐ってる女の子が何代か何人か混じってます。骨格が違うよね。ほら、肩のラインなんて直線的ですごく綺麗。あ、違うな、ただただ変態が多いんだな、もしかして。美術部員たちの熱っぽい視線が一斉に僕へ向けられてる。こんな大量の女の子に見つめられて落ち着いていられるわけがない。思わずもじもじと尻を浮かせてしまうと、あー、こら、そんなに動いちゃダメだってば。またもや中期の怒号が飛んできた。はい、すみません。僕はとっさにと、さっきとなるべく同じ位置にしずしずと尻を戻したのだ。ただ絵のデッサン、絵のモデルになってって言われてもさ、時間かかる。じゃあそろそろ帰るわ。お疲れ。終わるまで地獄だよね。うん、お疲れ。デッサン開始から数時間経つと、一人また一人と部員が減っていく。気づけば部室には僕と千雪だけが残されていた。千雪、まだやるの？うん、ごめんね、もうちょっとだけ。部活は真面目なんだな。千雪の視線は僕に向いてはいるけど、いつもみたいに目を見て会話はしない。ひたすらに僕の全身を捉えようとくまなく視線を動かしている。こいつこんな真剣な顔をするんだ。いつもおちゃらけている千雪と同一人物とは思えない。そういうもんだよな。夕日が差し込む美術室に千雪が鉛筆を走らせる音だけが響く。なんだかドラマみたいだな。 BGM の種類多いよな、このゲーム。いいんだけどさ。なんて思いながら
夢中で僕を描く忠義の手物を見つめていた。はい、お疲れ。あ、奈良子先生、もしかして顧問？そろそろ日が暮れるという頃、七子先生はクレヨンしんちゃんの言い方だよね。七子先生が美術室に入ってきた。あ、先生、お疲れ。瞳子ちゃん、今日も熱心ね。まあ、帰ってもやることないし。デッサンはやればやるほど力がつくからいいと思うわよ。先生がそう言うならそうなのかな。自信がないなら今度見てあげるわよ。くそ、蚊が気になる。え、本当に？じゃあお願いしちゃおうかな。自分だけじゃちゃんと描けてるか自信なくて。先生、やけにデッサンに詳しそうだな。中期も先生を信頼してるみたいだし。でも保健室の先生なのにデッサンに詳しいってなんだか不思議な感じだ。浩平くんもモデルお疲れ様。瞳子ちゃん相手だと休憩もないから疲れたでしょ。はい、ちょっとびっくりしました。デッサンは書き込み出すと止まらないもんね。OB だったんかな。昔はそうだったわ。昔って先生絵を描いてたんですか。うん、私ここの元美術部員だから。普通に俺にはあくびだったけど思わずすっとんきょんな声を出してしまった。まさかそう来るとは思ってなかったからだ。妹である生徒会長がこの学校に通っているんだから先生が OG でも不思議はないけど。そうそう、うちの顧問って幽霊顧問だから代わりに先生が絵を見てくれたりしてるんだ。幽霊顧問、部員の顧問番長珍しい話だよね。部員じゃなくて先生が幽霊ってのもすごい話だな。ま、私のチェックは適当なんだけどね。そうだ、瞳子ちゃん、新しい資料を仕入れたんだけど帰る前に見ていかない？え、見る見る。途端に中期の目が輝きを帯びた。そんなにすごいものなのか。よかった、今回のすっごいわよ。ねえ、浩平くんもよかったら一緒に見ていかない？でも僕絵は全然わからないですよ。大丈夫、素人さんでも十分楽しめるから。俺は絵見てもそんなに感動とかはしないけど、実際そういう美術館とか行ったことないからわかんないんだよ。そうそう、きっとコウ君も気に入ると思うよ。先生と中期は顔を見合わせて意味ありげに笑った。一体何を見るつもり？よし、じゃあここをさっさと片付けて美術資料室にレッツゴー。ああ、おお。手を振り上げる中期につられて、なんとなく僕も挙手をするようなポーズで美術資料室へと向かった。すごいラインナップだった。美術資料室を出た後、思わず吐息が漏れてしまった。七子先生が見せてくれた資料は確かに美術は素人の僕でも十分価値が理解できるものだった。というか素晴らしすぎた。ヌードデッサン資料集という名目なセクシーなポーズを取るモデルさんたちの姿がふんだんに載せられた本。そんな本が段ボール数箱分ぎっしりと詰められていたのだ。これは感動しない方が無理というものだ。ね、す
でしょう。うん、すごかった。いやー、すごかった。こんな貴重な資料を見せてくださってありがとうございます。気に入ってくれてよかった。資料は随時仕入れてるから、言ってくれたらいつでも貸すわよ。多分ちゆきちゃんとねえ、浩平くんの楽しみ方が違う気がする。いいんですか。ついガタガタと椅子を鳴らして立ち上がってしまった。見せていただけるだけでもまあ、うん、読めないよ。もう読めるわけがないじゃない。まさか貸し出しまでしてもらえるなんて、先生はどこまで女神なんだ。先生、じゃあこれ借りてもいい？中継が段ボールの中から DVD ソフトらしきものを取り出した。お、トウコちゃん、なかなかいいご趣味をしてらっしゃる。そのアニメおすすめだよ。やった、先生に褒められちゃった。怖いな。ここは喜ぶとこなのか。おっと、そろそろ閉めないと見回りの先生が来ちゃうわね。さ、あなたたちはもう帰りなさい。はい、じゃあ先生、またね。お先に失礼します。うん、また明日ね。あ、浩平くんの知らないちゆきちゃんの一面が見れたってことだよね。今日は七子先生に見送られ、僕とちゆきは揃って美術室を出た。七子先生、新作借りられてほんとよかった。見るのが楽しみだな。ちゆきはガバンを抱きしめ、中に入っているだろう DAVD のあたりに頬ずりをした。もうよほど嬉しかったらしい。こうして見ているとプレゼントをもらった子供のようで可愛い笑顔だけど、中身を知っている僕としては複雑な気分だ。ちゆき、そんなの家に持って帰って平気なのか？大丈夫だよ。部屋にパソコンあるからそれで見られるし、コウ君も何か借りればよかったのに。どれがいいかじっくり吟味して確かめ決めたいんだ。うわぁ、ガチトーンだね。ちゆきはあからさまにドン引きした顔になった。真面目に答えすぎたようだ。このままじゃ変態認定されてしまう。話題を変えよう。それにしても今日のちゆきはすごかったな。すごいって何が？あんなに真剣な顔をしているちゆき初めて見たよ。本当に絵が好きなんだな。別にそういうんじゃないよ。ちゆきは居心地悪そうにおそりとつぶやいた。もしかして照れてるのか、かわいいやつめ。いやー、なんか迫力あったよ。なあ、今度描いた絵を見せてくれよ。やだ。あ、いいじゃん、僕がモデルにしたんだからどんな風に描かれたか気になるし。やだってば。ちゆきは遮るように言い切り、トップを向いてしまった。ごめん。しまった、単に嫌がってる、単に照れてるだけかと思ったけど、本気で嫌がっていたのかもしれない。なんちゃって。驚いた？なんだよ、本気で怒ってるかと思ったじゃないか。そんなわけないじゃん。コウ君がしょぼくれるところを見たかっただけ。ほんと心臓に悪いって。ごめんごめん。そうだ、明日のデッサン付き合ってもらっていい？うん、もちろんだよ。でも次は少し休憩をもらえると嬉しいかな。ああ、そうだね、気をつける。じゃあ私ちょっとコンビニ寄ってくから。うん、またな。軽く手を挙げてちゆきと別れる。一瞬不愉快にさせてしまったのかとハラハラしたけど、デッサンのモデルに誘ってきたってことは本当に気にしてないんだろう。女の子たちに凝視されるのもなんとか慣れてきたし、明日はデッサン中にあんまり動かないように気をつけよう。
よし、今回はじゃあこの辺で終わりにしようかな。はい、やかましいやかましい。よいしょ。うん、まあちょうど時間もいいところなのでこの辺で終わりにして、次回続きやっていきましょう。なんかそう考えると家族会議長かったんだ。長かった、短かったような微妙なとこだけど、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。最近爽やかな挨拶ができるようになったっていう。Thank you.